はい、アキラです。今日はなんかすっきりは晴れてないですけども、なんか薄曇りかな、もうそんな悪い天気ではないですね。今日は雑談ですけども、昔のバイクあるあるっていうかね、前もちょっとそんな話はしたんですけども、昔のバイクをですね、今見ると、特にね、フロントフォークがね、えらい細いんですね。昔CBX1000 っていう6気筒の 1000cc のオートバイがあったんですけども、あれの初期型とかね見ると、フロントフォークのね径がね今のバイクの半分ぐらいしかないんですね。当時タイヤも細かったっていうのもあるんですけども、当時はそれで別に問題なかったっていうかね、それでが普通だったんですね。1970年代の終わり、70年代ぐらいまではね、結構ずっと細かったですね。で、それがなんか80年代に入ってから、どんどん。太くなってきたっていう印象ですね。80年代から太くなってって、で倒立フォークとかが出てきたっていうような感じですかね。フォークとか太くなると何がいいかっていうと、剛性が高くなるっていうんですけども、タイヤのグリップが良くなって、従来のフォークだとちょっとたわみが大きくなって頼りなく感じるようになっちゃったもんで、太くなっていったのかなっていう気はしますね。で、あれ太いからね、強度が高いかっていうとね、強度と剛性っていうのはまた別の話ですから、難しい話になるんだけども、あれ太くなってもね、肉厚はその分かなり薄くなってるんですね。だからむやみに重くしちゃいけないっていうんで、すごい薄くなってるんですね。薄くても径が太ければその分剛性は高くなるんですね。で、どういう基準がでやってるかっていう話になるんですけども、強度の方ですね。基本的にね、オートバイとか車とか、性的な荷重をかけていって壊れるっていうのは、車重ですね、前後方向にの力でいくと、車重っていうのは、に乗ってる人間とか荷物も含めての重量の3倍で前から押して、壊れないというかね、変形しないっていうのが基準みたいなんですね。例えば車重が200キロの車だったら、前から600キロの力で押して、変形しないっていうね、力抜いたら元に戻るっていうようにできてるはずなんですね。で、昔の細いバイクっていうのは、その600キロで押した時は結構ぐにゃっと曲がるんですけども、最近の倒立フォークだとか太いフォークのやつは、そのたわむ量が少なくなってるんですね。で、それ以上の力をかけた時にどうなるかっていうと、割と昔のバイクだとね、それを超えて、何割か超えたぐらいのところからぐにゃっと曲がり始めるんですね。で、曲がって力抜いても元に戻んないっていう状況になります。で、それがね、今のバイクだとある程度の力を超えたらね、
ボキッと折れちゃうんですよ。まあだからアルミのフレームとかもそうなんですけども、昔のバイクはね、あの事故とかで突っ込んだ場合で、まあ、結構ぐにゃっと曲がるんだけども、まあ、最近のアルミのフレームだとか統一フォークのやつは、まあ、同じ速度でボンとぶつかっても、ぶつかるとね、あんまり変形しない代わりにボキッと折れちゃうんですね。だから事故を起こしたバイクがバラバラになったとかつってね、最近のバイクは弱いとかなんか言う人がいるんだけども、別にそういうわけじゃなくて、まあ、通常の使う荷重を超えるような衝撃っていうかね、まあ、入力を受けると、まあ、昔のバイクは、ね、まあ、ぐにゃっと曲がっても、あ、まあ、どっちにしろ使える状況ではないんですけども、曲がらない代わりにボキッと折れると、まあ、そういうような、そういう作りになってるんですね。まあだからその分軽くはできるんでしょうけどもね。まあ折れないようにしようと思ったら肉厚を厚くするとかね、そうなっちゃうんですけども、まあ別にその必要ないところでね、強度を上げても仕方がなくて、高くて重くなるだけなんで、まあそういう無駄なことはしないっていうだけなんですね。まあ、ということで、まあ、昔のバイクと今のバイク、まあ、昔のバイクあるあるからなんか変な話になりましたけども、まあ、そういう違いがあるということですね。ということで、まあ、バイクのメカニズムなのかな、これもについて語ってきました。以上、ご視聴ありがとうございます。